イカ天全国大会の覇者ゲオ勝博 AE86。 そのクイックな走りはプロ取りの世界においても特筆すべき代物だ。上を自らリューターを握りしめポート圏内、エンジンは上から下まで手が加えられたフルチューンのハイコンプ仕様、強化エンジンマウントをさらに加工、エンジンは3センチほどローマウントされている。孵化した混合機を供給するスポーツインジェクションによりキャブに比べ高回転域に的を絞った特性、発熱量の高いディーゼル用のラジエーターで熱対策も万全。過去に瀬戸内海サーキットで5回転したこともあり、7点式ロールバーで安全性を確保し古いボディを守る。コレクタータンクでドリフト時のガソリン減少偏りを防止、シャーシ、ボディに及ぶスポットマシは全国大会優勝から3台マシンを変えているだけに、長年の経験からクラクション重視で施されている。入念に煮詰められた足回りのセッティングはオリジナルのパーツも盛り込み、多少乗りにくくても高次元で曲がるワンランク上のセッティングだ。ダイレクト感を得るため各ゴムブッシュ部分を入念に広化、上をお得意の大胆なケツの繰り返しは独自のサスセッティング、極端なジオメトリー変化を嫌いブラケットを装着、コントロールアーム、ドッド類も変更、これらはジムカーナの経験も生かされている。今村洋一とほとんど同サイズのタイヤとホイール、前後とも大会時はネオバを選択、路面状況に合わせてアゼニスも使用する。レオ AE86 はその一見当たり前に見えるマシンスペックから想像できないほどの角度を維持、切り返しの素早さはご存知の通り、それはマシンが軽量ということもあるが、レオ自身の踏む蹴る回すなどの基本ドリフトテクニックが人並み以上に秀逸で、その複合技がスーパーテクニックに見える。手と足が見えるオンボードカメラで研究しよう。